とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこれ、使っていきます。リゾルトテンペストナイフですね。強いっていうのは分かってるんだけども、ちょっとリーチが短くって、あまり使ってないやつですね。ユニークスキルで、追い打ちがついてます。で、クリティカル虚無。3つの火力スキルがついてて、すごくダメージは与えれるんですけども、やっぱりちょっとね、リーチが短いんだよな。で、プラスで、フルメタルと、シュガーラッシュ。今回はね、このシュガーラッシュが、だいぶ活躍すると思います。あ、2だったね、これ。3にします。行く場所ですけども、ここ。デイリーチャレンジ1。1です。ここのね、プレイヤーは、成長のエンチャントを装備してる。このミステリー系の弓に成長がつくとすごい面白いんですよ。まあまあとりあえず行きましょう。では行きますね。アーティファクトは羽、メダル、キノコですね。で多分矢は枯渇するの、変更ついてる。なんで矢をちょっとね、注意しながら、もうちょっと、味方回復か。やたら強えなと思ったら。こういうことか。オッケー。行きましょう。いや、テンペストナイフ、これ強いのよ。攻撃した後、移動速度もぐっと上がって、すごい面白いのね。危ない、危ない、危ない。あ、でも、ここは、蜂がものすげえ、蜂がすげえ役に立つ。オッケー、蜂がいれば、クリーパー対策になるんで、それだけでオッケーですね。ちょっと待って、多くない、多くないか。よしよし。でキャプテンは全部おい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 倒します。ナイス。ちょっとひでえひでえ。ちょっと、もうちょっとひどいって。敵がなぜこんなに凶悪なやつが速攻で出てくるかな。オッケーオッケー。いないな。できればキャプテンめちゃくちゃ多めに出てきてほしいんですけどね。まあ、とりあえずシュガーラッシュでいきます。あ、矢がちょっと足らんか。ちょっと見えにくいけどね。すげえでかくなる。まあでかくなるんですけども、成長ってシュガーラッシュででかくするとすごい面白い感じになるし、すごいね、跳ね返ってくるのよ、カンカンカンって。それがこのシュガーラッシュのいいところ。いや、見た目以上の火力があるよ。あ、オッケー、いる。うわ、何これ、これひで。あー、2体いる、ナイス。あ、3体いる、いいね。こういうのを待ってた。ちょっと待って、取りたい取りたい。オッケー。で矢が出てる、ナイスすぎる。ちょっと待って、ジオマンスターなんとかしてる。ジオマンスターがうっとうしい。めちゃくちゃいるじゃんこいつら。オッケー、しゃ、痛い痛い痛い。 SP がまあ、ある程度減ったとしても、逃げながらぴょんぴょんしてれば、全然大丈夫ね。何？プレイヤーのダメージが 40% 減少して、モブダメージ 90% 増加。いやいや、なかなかきついぞ。オッケーオッケー。行きましょう。全然ね、この装備だったらいけるはず。危ねえ。ちょっと待って。エンダーマンなんとかしないと。オッケー。いや、なんとかできてない。
結構きつい。よし、オッケー。まあ、こんだけのエンジャントつけば面白いでしょう。まだいてくれよ。オッケー、いいね、いいね、いい感じ。いないのかい。もうちょっといてくれるかなと思ったんですけどね。もうその辺にはいないっぽいです。でもおーい、おいよ、結構えぐくなってるからね。よっしゃ、まあ矢を取りつつ行こう。 OK。いや強えな、このビルドがいい感じなのか。すごい戦いやすい。まあ愛のメダルとあれだな、ゲイド、あれがかみ合っていい感じになってる。おーい、ごめんか。よし、すごい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 。足止めて攻撃してもまあなんとかいけるね。うん、足止めて攻撃していっても、あ、全然戦える。さすがに厳しい武器もあるけど、これだったらいけるな。はい、あぶね。 OK、 いる、ありがたい。待って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 、ちょっとこれクリーパーがえぐいって、まあ、ポーションバリア使っとけっていう話ね。オッケーオッケー、これひどい。いや減らせないね。でも倒せる、ここでオッケー。脅威2。いやまだいそう、まだいそう。でも絶対いるわ、奥の方いるでしょ。いた。もう どんどん出してきてほしい。やばいやばい。お、ちょっと待て待て待て。あ、変更か。なんかおかしいなと思ったら変更がついてた。じゃあ。オッケー。いけ。ナイス。愛のメダルがリーパー体質になってるんで。めちゃくちゃいい。え、脅威さ、あ、全部取ってない、全部取れたな。やった、脅威さんのプレイヤーダメージ 40% 減少、モブダメージ 90% 増加のモブ HP が 200%。 いや全部取れました、よかった。危ない危ない危ない。ではボス行きます。ボスがちょっと弱いからなかなか残念なんですけど。いや減らんね、減らないね。でもモブ HP が 200%、 3倍だになって、プレイヤーダメージも 40% 減少してるし、脅威で敵の HP も上がってるんで、こんなになる。いやこれすげえ SP だな。おそらく実際の HP も4倍ぐらいにはなってんじゃない。それにね、自分の攻撃力も減ってるわけだから、これは倒せない、これ普通で倒せないわ、うん、この武器ね、多分密着してこう攻撃すると相当火力あるもん。これでこれだから、これは火力のない装備でいくとこれはやばいね。 OK、 あぶね、これポーションバリア使ってないと減らせん。これはひどい。よっしゃー、はい、
ということで、今日はデイリークリアしました、旗を6個取った状態でいけましたね。はい、ということで今日はリゾルトテンペストナイフと、シュガーラッシュ使ってみました。ぜひ使ってみてください。ということでまたやっていきます。チェックよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もお願いします。それではご視聴ありがとうございました。